はい、OK です。ありがとうございます。よろしくお願いします。原隆さん、お願いします。彼女は聞く、大丈夫じゃない、振りって何さ、ナイフに急に力を入れて、彼は言葉を切る、ここは24時間レストラン、危ない言葉をビールで飲み込んだら、さっき抱き合った宿の名前でも、もう一度蒸し返そうか、僕たちの将来はの中、僕たちの将来は良くなってゆくはずだね。彼女は聞く、電話してもいつもいない、君の休みの曜日を変えちまえよと彼は言う、私も都合が、おいらも都合が、危ない言葉を飲み込んだら、君が飛び込んでくれた夜の話を蒸し返そうか、僕たちの将来はすぎる、テレビの前ではまことしやかに熱い戦争の話が語られる、僕は見知らぬ海の向こうの話よりも、この綺麗な椅子的に腹を立てる、ああ
とうございます どうもこんにちは、原隆と言います。伊丹市東野からやってまいりました。まあ、今回ですね、スノーと松本隆臣のツーマンが決まった時にですね、フラッとここに飲みに来たんやったかな。そしたら今度スノー君と松本君がライブするから、あほんな飲みにでも見に来なあかんねえ言うたら、原ちゃんオープニングアクトしてまたまた、まあ無茶ぶりな感じで呼んでいただいたんですけど、でね、今日最初に歌っていただいた奄美のあやちゃん、すごい素敵な声でね、結構関西ってね奄美の人が多くて、僕の知り合いもね向こうの層に住んでたんですけど、その時にはじめちとせんさんやったかな、なんかが島から出てきて住んでて同級生やいう話を聞いて、昔聞きに行った思いを思い出しました。やっぱ島の歌ってすごい素敵で、僕もルーツがね親の田舎が長崎県の五島列島というところで、やっぱ島っていうのは特有の何か声なり思いがあるのかなと思って、はい、素敵な歌を楽しませていただきました。ありがとうございます。でいつもですねこうやって僕他の人はもう皆さんバリバリのミュージシャンなんですけど、僕本職がですねインド料理に使うタンドールというちょっと変わった釜を作る仕事をしてるんですけど、それの中でね、まあ、悪戦苦闘したりインド人に罵倒されながら毎日を過ごしてるんですけどねこうやって趣味でずっとやってる歌を呼んでいただくのもものすごい嬉しいんでね、ありがたいということで、2曲目はありがてえという歌を歌わせていただこうかなと思います。お願いします。じゃ変わりなく妙にいいさ、いつか夢見た暮らしはまだ光ってて力をくれる、ありがてえ、まあいろいろあるさ、いろいろあるさ、生きてっからね、明日早いからもう一杯だけ飲んだら寝るからよ、おありがてえ、お前明るいからいつもついつい甘えちまう、本当は逆じゃなきゃいけないよな、つくづく思うんだな、ありがてえ、鈍い俺だけどちゃんとわかってるって、悲しい思いをした日の笑顔は照れくさいから、何も言えないから、もう一杯くれ、おありがてえ、朝のニュースと違ってこの時間になるといつも元気なテレビの天気予報もちょっとトーンの落ちた眠たげな声で、明日は晴れ時ところによって雨でしょう、
まあいろいろあるさ、いろいろあるさ、生きてからね、明日早いから、もう一杯だけ飲んだら寝るからよ、おありがてー。まあいろいろあるさ、いろいろあるさ、生きてからね、明日早いから、もう一杯だけ飲んだら。ありがてえという曲でした。でね、今回このスノーと松本高臣ワンマンライブは当初の予定では1月の17日やったかな。でまあね、ご存知の通り、世界中がこの緊急事態でね、いろいろ、皆様の暮らしだに断りが変わってきてるんですけど、ちょうどですね、11月ぐらいに僕このライブに呼んでいただいて、1月の17日にやるから、さっき言った通りお願いねって言われて、で僕、個人的なあれなんですけど、10月の頭にですね、仕事中にちょっと人差し指を大怪我してしまって10日ほど入院して、未だにちょっとリハビリをしている状況なんですけど、まあそんな状況で呼んでもらったのでね、僕の大好きなミュージシャンスノーと松本高臣とやれること幸せなんで、どうしようかなと思ってる矢先にですね、後で出てくる松本高臣が昔から幼稚園からの、実はミュージシャンになる前からの友達だということが気づいてね、最初は飲み友達やったんやけど、で最初そのライブ出るって決まった時に、指あかんかもしれへんわって言ったら、もう俺全部弾くからでもいいから一緒に歌おうやって言ってくれてたんですけど、おかげさまでだいぶ全然ギターも弾ける、ちょっと弾けるぐらいになったんでね、こうやって出させてもらったんですけど、でもやっぱり弾いてくれるって言ったからにはね、その松本高臣をメインやのにオープニングアクトの僕がステージに引っ張り上げて、松本高臣の僕の大好きな歌を一緒に歌おうという企画を一曲させていただきたいんですけど、よろしいでしょうか。じゃあ、松本高臣よろしくお願いします。チューニング狂ってるかも。チューニングする喋っといて、喋るかな。ですね、で、当初の予定、1月の17日は、伊丹なり阪神で震災があった日です。特に伊丹はですね、そこの駅前のビルも倒壊して、あといろいろ苦労したり、25年経った今でも忘れられない思い出がたくさんあるとは思うんですけど、ちょうどだからその時にですね、この歌は絶対に歌いたいという曲がありまして、松本高臣の作詞作曲した焼け野原という歌があるんですけど、はい、この曲はね、震災の時じゃないんやけど、なんか確か空から急に降りてきて全く作らないような曲を作った。そうそう、5分ぐらいの曲なのに4分ぐらいできましたね、全部そうそう、で僕たちね、川西というところで、幼稚園から高校まで、実は知り合って、大人になって知り合ってから一緒やったという、ちょっと年が離れてるんでね、被ってることはなかったんですけど、飲みようになって音楽やってしてたんですけど、
あとで歌う曲もあるんですけど、この震災についてね、僕イベントをやってまして、でその時から結構ずっと一緒にライブするようになったかな。でこの曲はぜひ1月17日にやりたかった曲なんですけど、今日2月7日、日にちは変更しましたけど、ちょっと気持ちを込めて伊丹と神戸と日本のために歌おうと思います。夜景野原という曲です。よろしくお願いします。ちょっと夜明け前、朝ぼらけ、乾いた
しずつ君は歩き出す、どっか行っとったな。ごめんなさい。ありがとうございました。行き急いでたね。じゃあまた後ほど出てきますけど、松本孝臣にもう一度大きな拍手をお願いします。なんか行き急いでましたね。確かにね。何を焦ってる必要があるのか。昨日死ぬほどインド人に罵倒されて、多分心がまだドキドキしてるんかなと。まあ、言い訳でございます。はい。じゃあ、さっき言ったんですけどね、2011年かな、に僕は、タンドル屋さんする前は14年間建築業をやってまして、ゼネコンの仕事をして、大きなビルとか、病院とか研究所とか作る仕事をしてたんですけど、その時にですね、東日本大震災が2011年に残念ながら巻き起こりまして、結構大きい総合病院を作りにね、二次支援で行ってたんですけど、その時にね、やめてたというか音楽をまた始めまして、歌い始めて曲を書いてね、9年になります。もうこの3月で10年になりますけど、 CD で今から歌う曲を歌って CD 打って、その売り上げをね、福島県の会津若松市の児童施設に送るという活動を未だに続けております。まあ言うても、その時行った時にね、まあ、8割が、美味しいお酒を飲んで、ご当地のものを食べて、ほっこりしてたんですけどね、また歌う機会を持たせていただいたということで、何かできないかなというので続けております。思いと書いてそうという歌です。もしよかったら500円で販売してますので、帰り買っていただいたら確実に子供たちに届くように送ってますんで、よろしくお願いします。はい、数えきれぬ夜のその果てに、眠れない夜のその果て、世界は色を取り戻し、また静かに闇が溶け出した。あの人はつぶやきました、偏見が世界を壊すのよと、そして空に祈りました。差別がこの風に溶ければと、この思い出嘘を消してくれ、雪が音を奪い去るように、この思い出時を刻ませて、少しずつゆっくりでもいいから
ぎはぎだらけの毎日で、ほころびもうまく拭えずに、信じる今日疑う明日、夢はまた形を変えてゆく。ある人はつぶやきました。ただただ声を震わせて、そして海に泣きました。ふるさとはこの町だけなんだよと。優しく乗せよう、その笑顔で今日を彩って、明日の話をしていこう。この想いで嘘を消してくれ、雪が音を奪い去るように、この想いで時を刻ませて、少しずつゆっくりでもいいから、この想いで嘘を消してくれ。もう彩って たくさんのありがとうのお返しに、そじゃあすいません、短い時間でしたけど、原隆と言います。またどこかでお会いしたりできれば。あと一つ覚えて帰ってほしいのが、日本でタンドールを作ってる仕事をやってるやつがおるということを広めていただければはい、あのインド料理だけじゃなくてね、あのいろんな料理に使える面白い調理器具なので、またこれからね、ナバダさんとかいろんなところでお会いしたらよろしくお願いします。ありがとうございました。最後ね、またしっとりと歌わせていただきますけど、あのマイウェイという歌を歌わせていただこうと思います。志半ばで旅立ってしまった友人とか、あとうちの父親に最後に一曲歌いたいと思います。ありがとうございました。原隆でした。
旅して歩いた若い日を全て心の決めたままに愛と涙と心の